はい、こんにちは。ヘゲテゴルフチャンネルの藤川です。こんにちは。やばいね、噛んでないお前。やばい、ね、噛みまくりっすよね。神川、神川、神川。あれ、こいつにならんと桜井さんじゃないん今日。今日はちょっと僕じゃないっすね。すいません。あれ、隣にいる方は K-O-S-S-A コッサです。コッサさん来ました。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カリスマインスタグラマーなんで。カリスマインスタグラマーフォローよろしくお願いします。今日は、今日は、はい、かなりアプローチに悩んでまして。アプローチ、またもや、またもや。ああ、なるほど。なんかたまにワンチャンシャンプー出たりとか。はあ、はあはあはあ。まあちょっとフェアウェイからのアプローチにかなり弱い。ああ、フェアウェイからのアプローチに。ラフの方好きなんですけど。なるほど。なんか最近あれですもんね、上川さんに、ああ、藤川さんに、はい、習ってますね。からなんかスコアが急激に上がり始めます。上がりました。おーい、よかったです。いや、し、いえ、下がってないよ。スコアが上がっとるよ。あ、良かったですね。やばいやろお前。しかもレッスン詐欺やろお前。じゃあちょっと、今日は藤川さんの、はい、今日もまたラウンド行くし、あ、ハクボ行くんですね、ハーフに。今日ちょっとハクボで。あ、なるほど。今日習ったことを試そうかな。なるほど、大事ですね。大事、はい、あ、じゃあちょっとその模様を撮らせていただきます。何発か言ってもらえれば。何発か、何発か、はい、はい、いやー、全然よらんちゃう。うん、うん、はいはい。あら、今日シャンプーの匂いがせんな。うん、今ちなみに何を言ってるんですか、藤川さん。やっぱちょっと下から入りやすくなって、ちょっとダフりやすくなるんで、はいはい、入って振る癖が若干あるんで、はい、ちょっと練習で構えてもらって、はい、ちょっとインサイドからこう入ってくるんです。はい、クラブがどうしても入ってきやすくなるんで、はい、このちょっと手前に物なんか置いてもらって、はい、もうちょっと意識してもらう練習です。うん、そうそうそう。めっちゃ綺麗に動いてる。はい、めっちゃいい感じですよ。え、じゃあ今までがもう当たりよったってこと。そうですね、ちょっと下ろしてくるときにそっちから入ってきやすくなってたんで。そうです、そうです。ひどいったけど、もうちょっといけるっちゃな。ちょっとそれでいけます。あ、ギリギリでね。結構ギリギリ。そう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 。いいっすね。結構いっちゃな、これ。いいっすね。ちょい開きで。はい。おお。オッケーオッケーオッケー。いいよ。あれ、全然いいですね。めっちゃいい入りするよ。この練習初めて今日したんですか、今。いや、これ、まず相当来たけど、は、初めて。そう、もう回数結構レッスン来られてますよね。まあまあ、来て。で、マジでさ、はよ、言えてお前。全然違ったよ、これ。これだけで、マジで。どんだけ負けとうと思っとうぞ、おい。はよ、言えよ、お前。ご友人に今負け、あり負けとうっすよマジで。こいつ言わんけんね、マジで。これやろ先に。これがあるやつですね、巷の恋恋詐欺。いやいや、なかなか引き出しを出さない。次教えますよ。いやいや、あ、次教えます詐欺。マジすごい。引き出しも全部開けろ今から。すぐすぐ開けろお前マジで。ドラえもん並みに開けてもらっていいっすかね、本当に。オッケーオッケー。めっちゃいいやん。おお。なんかあるっちゃな、まだ。いや、これ、最後言えてよ、お前。そうそう。なるほど。外から。まあ、ちょっとそ、あの、インサイドから入ってきやすいタイプなんで、ちょっとこれ、ことによってちょっと違う。全然違うもん。はい。クラブが立ってくるんで。ダブっとけどね。大丈夫です。シャンクしてたんですか、ちょっと。1ラウンドで、はい、一撃いきなり出たり。あー、でも怖くなりますよね。怖いんですよね。あ、今日なんでこれ言わんのみたいな。知っとったろお前。いやいや、小坂さんここに置いとけばいいんじゃないかなみたいな。やばお前。いや、だいぶ通ってくれてますよね今。本当っすよ。
これ第1回目で言ってよかったっちゃうか。第1回目で言って1回目やろ。いますね。多いですね。まあ、ちょっと上げていく感じのアプローチはそういう方がいいですね。上げていく、上げていくね。球を若干上げていく時は、ちょっと下から入りやすくなってくる。へえ、いいやな。そこ使うよ。はい、採用で。採用、ありがとうございます。うん、ナイス。いいっすね。いいっすね。うん。あ、ちょっと煽ってたんですね。そうですね。ちょっと下から。上げようとか。はい。そう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 。それいいよ。あまりシングルっぽく見えとっちゃうから。いや、もうシングルプレイヤーでしょ、もうこれ。言った瞬間だって。左足体重大事なの。あ、左足体重。ちょっと左足体重。64ぐらい。もう音が違う。音が違くなる。音が違う。はい。はあ。おーい、ナイス。来ましたね。澄んだ音聞こえる。はい。バッチリ。バッチリ聞こえる。はい。何の、何？澄んだ音です。澄んだ音。はい。コスタアプローチの澄んだ音は澄んだ音、澄んだ音、はあ、おお。マンスピンやろこれ。マンスピンっすこれ。ごめんけど、ごめんけど、ごめんけど、はあ、これいいね。大事ロボールっすね。あら、いいっすね、音が。これ玉だけ見たらねえ、泉田 P や。泉田 P っすよね、玉だけ見たら。いやでもこの前ハーフ4バーディー取ってましたね。あー、俺のことっすこっさ、やっぱ攻めのゴルフに。あー、せ、あー、切り替えて。前半はいくつやっちゃって。あー、前半やっちゃったんですね。ちょっと、まあ、後半ちょっと攻めようかなって。切り替えるわ言うて。あー、なるほど。サクッと4バーディーすごいなー、やっぱすごいですね。いや、それは藤川のおかげなんですかね、やっぱ。いや、多分これやったら、はい、前半も潜っとったよ。言えてよお前。マジで小出し小出し小出しやけど。きついて。まだあるやろお前。後ろブレーカー入ってきたら。やばいね。いやー、ちょっとまだなかなかね、藤川稼げてないんで、ちょっと小出しにしてるんですよね。はい、今。完全に俺なんか詐欺にかかっとる。詐欺にかかる。詐欺。小出し詐欺。らしいね、お前。福岡のレッスン危ない。危ない。福岡のレッスン危ないですね。ちょっと危ないですね。そうやって言っても来てもらってるんで。はい。お客様は神様ですからね。すぐ来るよ。すぐ来るよね。開けすぎやろ、これ。もう、ワンラウンド昼ぐらいのスタートで朝来るからね。きっちりスタートしたルーティンでしょ。いや、やっぱでもそういうの大事ですね。ありがとうございます。あ、じゃあ、ゴルフレッスンは、ここ。お願いします。じゃあ、今日はアプローチの、はい、こういうね、はい、インから煽り癖がある方のためのレッスンでした。はい。ダブル人はぜひ。ダブル人はぜひ。はい、やってもらえると。はい。分かりました。コスタさん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。では皆さん、さよなら。ありがとうございました。バイ。